エフ・ F. アシュトン振付、シンデレラの上演、シンデレラ、英語、シンデレラは、ソ連の作曲家、セルゲイ・プロコフィエフが作曲したバレエ音楽、及び、それを用いたバレエ作品である。物語は、フランスの詩人シャルル・ペローの童話集の中の童話、シンデレラに基づく。バレエ音楽からプロコフィエフ自身によって、還元楽組曲3つないし4つと、ピアノ独奏用組曲2つ。 その他の編曲が作られている。1940年、ロメオとジュリエットの成功を受けて、黄色劇場からプロコフィエフへ作曲の依頼が行われた。しかし、ドイツのソ連侵攻やオペラ、戦争と平和の作曲によって、作業は中断され、完成は1944年、初演は1945年までずれ込んだ。1945年11月21日、 モスクワのボリショイ劇場で初演が行われた。台本はニコライ・ボルコフ、振り付けはロスチスラフ、ザハロフ、美術はピョートル・ウィリアムス、指揮はユーリー・ファイエル、主演のシンデレラ役はガリーナ・ウラノワであった。初演は成功し、プロコフィエフは1946年に公共曲第5番、ピアノ・ソナタ第8番などと合わせてスターリン賞を受けた。 移植元の黄色劇場での初演は1946年4月8日にコンスタンチン・セルゲーフの振り付けで行われた。本作はロメオとジュリエット同様に複数のライトモティーフを使用した場面描写や登場人物の性格描写が行われている。一方、ロメオとジュリエットと比較して劇的な要素の少ない脚本ということもあってプロコフィエフは チャイコフスキーの系譜を継ぎ、踊りの要素で満たされた、クラシックバレエの伝統を意識した作曲を行った。ゆえに、叙情的なナンバーが多く、パドゥ、バリアシオンが多く配置され、またガボット、パスピエ、ブレイなどの古風な舞曲を複数含んでいる。以上のオーケストラのほか、バンダが指定されているのは以下の通りである。三つの組曲が編まれたほか、他の作品からの楽曲を交えた。 ワルツ組曲も余まれ、バレエの初演から間もなく1946年から1947年にかけて相次いで初演された。ロメオとジュリエットの場合と同様に、バレエ全曲からただ曲を抜き出すのではなく、曲順の配列や各曲の構成、オーケストレーションが大幅に変更されている。編曲にあたっては後述のピアノ組曲が下敷きになったと考えられている。 編成は、バレエ版の原曲に準ずる三巻編成であるが、以下のような変更が加えられている。1946年11月12日、モスクワでスターセビチの式により初演。導入部章ールのステップ喧嘩戦場のおばあさんと冬の、聖マズルカ舞踏会へ行くシンデレラシンデレラのワルズ、真夜中、舞踏会を夢見るシンデレラ踊りのレッスンと、ガボットハルの生と夏の聖ブレイ休憩の、 シンデレラ・ギャロップ1947年9月3日、モスクワでスター・セビチの式により初演。パバーヌ・シンデレラと王子3つのオレンジ南国東洋、王子とシンデレラの再会ゆるやかなワルツ愛を込めて1947年、初演。第2、4、6曲がシンデレラから取られている。なお、第1、5曲は、オペラ、戦争と平和第4幕と、第2幕から、第3曲は、 映画、レール・モントフのために書かれた音楽から撮られた。題名通りワルツばかりが集められている。出会った時から宮殿にて、メフィスト・ワルツおとぎ話の終わり大晦日の舞踏会、幸福すべてバレエの初演以前に完成している。1942年作曲。パワーヌガボット緩やかなワルツ1944年、作曲。春の聖夏の聖秋の聖冬の聖霧ギリスと、 トンボ東洋パスピエキ奏曲ブーレ王子とシンデレラ1944年作曲シンデレラと王子のワルツシンデレラのバリアシオン争い舞踏会へ行くシンデレラベールの踊り合いを込めて1944年4月19日モスクワデストゴルスキーのチェロ作曲者のピアノにより初演ありがとうございます